帰ってきたんすか。ずいぶん早かったっすね。はあ、おいおい、何の真似だっつな。どっかに頭でもぶつけたのか。そりゃそうだろ。どっからどう見てもツナにしか見えねえもんな。もう頼みますよ、十代目。腹減りすぎて頭がどうかしちまったのかと思いましたよ。で、弁当は？またとぼけてるよ。本当面白えな、ツナって。弁当忘れたからうちに取りに行くってさっきそう言って出てったじゃないですか。なったもんね。忍者でもないのに忍術使うツナはバカだもんね。インドの山奥で修行してくれば、そのままゾウに踏み倒されて死んじゃえ。まだ逃げ道あるもんね。
傷すぎ。なんだなんだ、沢田がガラス割ったみたいだぞ。何やら想像し、誰が暴れてるか、君だった。君にしては珍しくいい心だったね。そのまま放っておいて噛み殺すと。お断りだよ。僕は誰の命令にも従わない。僕がどうするかは僕自身で決めさせてもらうよ。僕には関係ないね。と思ったけど、急用を思い出した。またね。破壊しない。じゃあ。